エウロキューブ公式インスタグラムライブをご覧の皆様、こんばんは。私キューブガール、キューブガールっていうのは、エウロキューブさんのアンバサダーガールをやっておりますキューブガールのリョウでございます。どうもキューブガールズの SAKI サキです。突然ラグジュアリー失礼。というわけで、いやいや、たまんないよ。ラグジュアリー、私もラグジュアリー好きだ。我々ね、言いたくて、このどこかというとどこかというと、どこですか。なんと、ここは阪神梅田本店さんに来ています。あすごいです。大阪のみんな、温かいまやで。関西出身です。はい、というわけで、今日は何してもらう、行きましたか。確か呼ばれてきたわ。LL サイズ婦人服フェスティバルが行われていて、我々そう L サイズ婦人服フェスティバルが行われているので、我々呼んでいるアンバサダーとして今日はここに参加しました。我々のエウルキューブもね、出展しているということで、今日は我々がコーディネートをいろいろ紹介していきたいと思います。じゃあ最初は俺だ、ね、俺だ、俺だ、リマちゃんから紹介していきたいと思いますよ、はい。私はこれです。じゃん、めっちゃ可愛いのよ。このね、後ろが下がってる感じの可愛いパーカーちゃんです。この色味わかりますかね。天然ピーチのような可愛いお色です。何がおすすめって動画でわかるかな、このもちもち感。私が触ってあげよう。めちゃくちゃ触り心地がもち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 してる。これ触ってみてもらわないとちょっと伝わらないと思うので、ぜひぜひ店舗に遊びに来ていただいて実際に触れてみていただきたい。もちもちしてもらいたいです。はい、それとですね、この下に着ていますのが、はい、ブリーズさんのなんと、なんとね、私もね、今それ色違いですね。はい、こっちが黒、こっちが白、白ですね。こんなコーディネートでございます。めっちゃ可愛い。下に、トーカーの下に来てますが、可愛い、うん、ここにめちゃくちゃ可愛いね、このレイヤード、はい、おすすめコーデだと思います。可愛い。そして、うん、あ、じゃあ私の紹介する間に次のコーデに配っていただいてもいいですか。かわいいね。なんか褒められちゃいました。はい、というわけで次私の、先ほどまあご紹介させていただいた後ろ側ね、プリーツになっているこのブラウス、丈感はですね、前は膝上くらいなんですけど、後ろがちょっと長めになっていて、ふくらはぎちょっと前半くらいまである感じです。そしてそれに合わせたのがこの黒のロングジレです。これめちゃくちゃ細見えするんですよ。ここ縦ラインができるから細見えしてスルッシュッって言えるし、あとあの女の子の服で一番困るのはポケットない問題。なんとこれわかる、手がこんなにズボッと入るようなポケットが両方についてます。めちゃめちゃ、あとあの生地感がわかる、なんかね、意外と柔らかい生地なんですよ。あのゴワゴワしてないというか、あの体にすごいフィットする素材なので、あの重たさがないです。なんでなんかこういうちょっとかっこいいコーデするのに、あの気を張っちゃうっていう方も始めやすいロングジレコーデだと思います。で、パンツがですね、スキニーですね。これ私が履いているのは15号なんですけど、割とフィットしてると思います。はい、あとおなじみの履き心地、めちゃめちゃストレッチが効いてます。おすすめでございます。はい、こういう感じなんですけど、私の方で話し終わってもまだすごい着替えてるんですよね。はい、今日はですね、こんな感じで私とヨウが交互に着替えてそれぞれのコーディネートを紹介していくという配信になっています。ちなみに何かコメントとかお聞きでしょうか。身長何センチですか。あ、はい、私はですね、はい、159.2センチ、はい、ほぼ159センチです。量が160
7です。はい、なんで割とこっちの中でも高身長な量と割と標準目の、私さきが今日はコーデを紹介したいと思ってたら声聞こえたと思ったら来たじゃん。めっちゃ可愛い。おいで。来ました。来ました。可愛い。めっちゃ可愛いね。これ切り返しがすごい可愛いね。この可愛いコーデを紹介してもらってきて、私は次のコーデに着替えさせていただきます。ではではご紹介します。今回ね、店頭にあるやつでもすごい気になってたのがこちらなんですけど、この、分かりますかね、いろんな素材でこうぬいぬいされてるんですよ。この感じ分かりますか。いろんな感じがあって何度も美味しい的なねしかもこの身またさらにもちもちしててね、これもいい感じなんですよ。あとやっぱエールキューブさんといったらパンツの履きやすさ、そのさ、サラサラ感わかるかね。どうかじゃわかんないよね。でもいいとこがあるんだよ今、阪急梅田ってところでね、Lサイズフェスティバルっていうのやってるから見に来れちゃうんですよ。どうぞお近くの方いらっしゃってください。でね、もう一個おすすめすると、なんかわかるかな、このケツの位置の綺麗さ、プリントする、このケツの位置の綺麗さがエルキューブさんとっても好きで、このポケットの位置とかね、いいとこにあるんですよ。これがちょっと下だったりとか上だったりするとすごいお尻でかく見えちゃったりとか形悪く見えちゃうんですけど、これなんかキュッと上がって見えちゃうんですよね。いやー、これはねありがたいです。本当デザイナーさんに大感謝でございます。あとやっぱ大きいポケット、スマホ多分3台ぐらい入りますね。1台、2台、3台頑張ればここ、お財布、生財布頑張れば入る、やめとくでもお財布はちゃんと入ります。もちろん後ろのポケットもちょっと余裕もあるし、いい感じに入ります。あとやっぱやばい、このスベスベ感がすごい、なんか全然ストレスフリーなんですよ。足も上がっちゃう、上がっちゃう、すごく上がっちゃう、足切れちゃう、これ運動できちゃう、運動できちゃう、もうミドルキック切れちゃう、なんならハイキック切れちゃうみたいなぐらいの運動のしやすさです。これすごいですね。全身見せてくださいっていうコメントいただいたので、ちょっとバックしていただいて、はい、見えますでしょうかね。こんな感じです。履きやすそうって感じですかね。履きやすそう、履きやすいです。すごいよ、何しても自由です。キックできちゃうんですもんね。もう上がるんで、足がこんなに上がっちゃうんで素晴らしいです。なんかストレスゼロ、履いてないみたい。そんな話をしてる中、やつが来ました。どうぞ。はい、どうも。これじゃん、じゃん、ありがとう、してくれるの、次のコーデに着替えてもらいます。はい、続いて私のコーデなんですけど、まず一周回りますね。今日はなんか今けどロングジレンデーですねはい、というわけでまずさっきとはまた違う形のロングジレン、これはですねボタンで留めることもできる、なんと3名で使えるジレンになってます。今私は開けてきてるんですけど、これを前留めるとちょっとワンピースっぽくなりますし、なんと後ろ前でも切れるんですよ。これこっちが前だと丸襟な感じで、こういうワンピースとしても着ることができる、なんか3つも楽しめるのでとてもおすすめ、着回しおすすめの1点です。そしてブラウス、これめちゃめちゃ私お気に入りで、私ビッグ襟すごい好きなんですけど、この襟はちなみに取り外すこともできます。取り外しができて、外すとこんなシンプルなノーカラーになってるんですけど、で見てわかるかな、この袖も可愛いんですけど、ちょっとシワ加工になってるんですよ。
これが私のすごいお気に入りのところで、なんかナチュラルテイストなお洋服好きな人って絶対ハマると思います。ちなみに、お色がこれ白とあと黒と2色展開になっています。そして一部は知ってる人は同じだと思って、緑色といえばこの緑なんですよね。さっきは緑が大好きなんですけど、これはさっきのズボンはさっき好きに出たんですけど、テーパード型になってて、ここにすごい余裕があります。余裕があって裾はまあこんな感じ、ちょっと白い感じになってるんですけど楽あの太ももとか結構あのぴったりしたの苦手だなって人にすごい着やすいと思います。ちなみにさっき私が履いてたスキニーが15号サイズなんですけど、これ13号サイズで、ワンサイズ、サイズ的には小さくなってます。なんだけどここにこれだけの余裕があります。そうすると個人的にこの方ではすごいお気に入りなんですけど、あこの緑のこれパンツも見えるかな、よいしょ見えるかな、素材をすごい見ていただきたくて、なんかちょっとデニムっぽいっていうか、そういう素材なんです。この緑でこういうのすごい珍しいなと思って、あのすごいお気に入りです。ちょっとね、ジレのボタン止めて、はい、あ、かしこまりました。止めた感じがちょっとね、これ見てみたいですね。まさにこの方でそのままでも閉じたままでもめちゃくちゃ可愛いです。止めるとあら不思議、ワンピースも早私は止めるの遅いっていう早変わりです。なんかまた雰囲気がね全然違って、違うと思います。ね、可愛いですね、はい、どうでしょう、参考になってますでしょうか。ありがとうございます。あ、ちなみにもちろんこのズボンも履き心地抜群でめちゃめちゃ上がります。足こんな上げないんですもんね、はい、簡単にもできる、出たすげえねポケットあります、言い忘れた、結構しっかりポケットあります。なんでちょっとちょっとスマホも入れられると思います。で、これだけのところでおいです、かわいいかわいい、かわいいね、お嬢さんスタイルで、じゃあ紹介してもらってるし、私も次のコーデに着替えてきます。お送ってきます。またまたご紹介させていただきます。あの、アービービーコラボですね、アービービーコラボのトップスさんです。このね、わかりますかね、この首のところの可愛らしさ、顔がちっちゃく見える感じが、LL サイズとか大きいサイズのやつってここがすごい開いちゃってたりとか、逆に狭すぎて着づらいとかあると思うんですけど、それちょうどいい具合にこうなんか ちっちゃいけど綺麗に開いててすっきり見えるっていう、小顔に見える効果があるんじゃないかなって私は勝手に思ってます。あとは何と言ってもこの袖ですよね、いっぱいクシュクシュしているの、そしてやっぱりウルキングさんって言ったら着心地ね、このもちもち感、さっき あのパーカーよりかは少しさっぱりしてるんですけど、でも本当にあのこうなんか肌に吸い付く子猫のような子猫のような感覚です。このなんか優しいの最高ですよ。で、スカートがこのぐらいの丈です。私が身長167センチでこんな感じです。で、今ちょっと中に入れてるんですけど、ちょっと低めで履いてますね。低めで履くとこのぐらい。で、高めで履きたい人が履けたらちょっと上がってこんな感じです。で、ここのトップスは長さがこのぐらいなので、スカートに合わせても可愛いし、パンツに合わせてもいい、ちょうどいい感じの長さですね。お尻が大体この辺です。お尻の高さの部分がこの辺、このぐらいの長さ。シルエットがねすごく綺麗ですねって、 ありがとうございます。 あとね、スカート今日買いましたっていう方がはいいらっしゃいますね。ありがとうございます。スカートこれ可愛いですよね。どちら買われたんですか？2色ありまして、私はこっちがなんか
ギンガム大好きなんで、なんか白黒ギンガム結構今まで集めてたんですけど、この色珍しくて、これいいなと思ってこっちに選んだり、こんな感じですね。さあ、次の人が来ます。なんか来た、ラグジュアリー来てた、ラグジュアリー来た、仲良しコーデした。ほら、お揃い。仲良しコーデした。よく見ると実はお揃いじゃなくて、ちょっとね、上はね、ちょっと違うんだけど、こっちがね、ラグランソで、そう、こっちはね、肩幅、私みたいに肩幅ががっちりしてる人は、お急ぎだとこう、すごい化粧見えするんで、私もね、上半身の方がどちらかというとお肉ついてるので、この形すごい好きです。かわいい。細く見える。あとやっぱりこのボリュームがやっぱちょっと見せ方みたいな。かわいい。かわいい。これでもジャガーのすごいいっぱい入ってる。かわいいんですよ。こっちこのね、これこれこれ。ビクトリーです。違うか。違うか。そしてね、なんか春といえば羽織物もね、ちょっと羽織ってみたらどうかなと思って。より仲良しコーデの完成度を上げようと思って。上げちゃうか。上げちゃうか。上げちゃう。はい。これでも同じようなコーデしてると身長差があるから、わかる。なんかちょっといいかもね。私ちょっと今ヒールで絶対持ってるけど、あ、だからでかいな。なんか今日でかいなと思って。ごめん、持っちゃった。はい、こんな感じ。ちょっとなんかダフに着れる。こういうジャケットって珍しいですよね。なんかカッチリ着るっていうジャケット結構あると思うんですけど、すごいラフに着れて、あ、ちょっとコンビニでも行こうかしらみたいな感じ。なんか本当肌寒い時にちょっとパッと着れるのいい。あ、そうそうそう。あとちょっと寒い時に。そちょっとあれですよね、まっすぐってちょっと広がり気味ですよね、これがなんか隠れるし、ちょっとここの細見えコートだっていうか、華奢感が出て、なんかあれだ、守ってあげたくなるジャケットだね。ジャケットってこう結構かっちりしてるけど、なんかこう レディーライクなシルエットがすごい可愛いなって、すごく、うん、これは同じだね、色違い。同じで、これも色違い。これも色違いです。こっちが噂の白黒。白黒です。これやっぱ間違いなく可愛い。これめっちゃ可愛い。本当にギンガムでもこの大柄めちゃくちゃ可愛いです。デカギンガム可愛いね。さっきに買ったよって方がいらっしゃる。本当にありがとうございます。絶対可愛い。モテる。モテる。絶対モテる。間違いない。デカギンガム可愛いよね。そしてこの守ってあげたくなるコーデが完成した時にはもう、うん、これはもうモテコーデです。はい。いいね、これ。出来が合わないな。わー。というわけなんですけれども、せっかくね、我々ね、阪神梅田本店でライブ配信してるんで、はい、売り場もちょっと覗いてみませんか？見ちゃうんですか？見ちゃっていいんですか？ダメ？じゃあ見ようか。見させていただきます。レッツゴー！すごい、なんか機材が重そうで心配になります。皆さん楽しめてますかね。ありがとうございます。はい、ね、ここ一歩ですか。ラグジュアリーストアとかがね、ちょっと移動するとお感情がなります。ちょっと現実に戻されるんですけど。すごい、この結構広くないですか。いろんな。ね、綺麗な、ね。そしてあれなんかエウルキューブのコーナーですよ。はい、一人で行ってる。お待ちくださいね。ね、すごいいっぱいあるの。はい、送ると。もうすぐエレベーターのすぐそこなんですよ、ね。はい、そう、エレベーター近いからすごい見つけやすいと思います、うん。これはなんてエレベーターなんですか。地図上でいうと何番とか。8? これ8階です。あの8階が8って書いてあるんです。バカだな。というわけでエールキューブの売り場に到着しました。でそこからお会計も近いから、すごいスマートにお会計できますよ。はい、お店寄ってすぐお会計来ちゃいます。春といえばやっぱりフォーマルのお洋服必要なシーンって結構出てくると思うんですよ。卒業式入学式とか、なんでお母さん方にはすごく重宝されると思いますし、やっぱ春ってねこういうの必要だと思うんですけど、結構充実してます。ワンピースもあるし、ブラウスもあるし、こうジャケットもあるしで、エウルキューブのジャケットってまたすごい。そう、すごいんですよ。肩凝らないんですよ。本当にすごい。あとやっぱキャシャミエっていうんですか、なんか普通のスーツとかだとこうなんかサイコガンダムみたいになっちゃう。わかんない。ドカンみたいな。私はわかるけど、ガンタンクみたいになっちゃうんですよ。わかる。なんか戦車みたいなガチってするんですけど。だからね、すごい綺麗と綺麗。そうなの、綺麗な。ちなみにワンピースですよ。あ、そうなんですか。はい。あ、本当だ。すごい。そしてやっぱり春といえば上着。
あ、羽織物が必要ですよね。からの、見てこの春めいた色水色でしょ、ピンクでしょ、赤でしょ、で、私が大好きな緑でしょこれもおすすめ、すっごい女の子、ね、すすめ、女の子、はい、そして、私がさっき着てたのと全く同じコーデがここに存在します。ここから追いはぎしましたはい、もうすごいお気に入りでね、はい、というわけで結構 L キューブ売り場広いですよね。そうですね、このフェスティバルの中では、はい、私たちが着てたお洋服もここに結構並んでるので、はい、ぜひぜひ遊びに来てほしいんですけど、はい、なんか見たいものとかあれば、ね、なんかリクエストあれ あれば今のうちです。なんかないかな、ちょっとおすすめ持ってきていいよここからアドリブですこれね、わかる、これパッと見たら、あ、ちょっとギンダム見えてるチュニックなんだね、かわいいなと思うじゃないですか。したらね、色違い、くるりん、なにこれ、かわいすぎるやろ、かわいい、ここにね、リボンちゃんついてるんですよ、ほらほら、リボンちゃんがついてまして、黒は定番でかわいいんだけど、この色もかわいい、これもかわいいの、なんかサメ色っていうか、サメ、なんていうの、最近流行りのサメちゃんから、そうそうそう、でもなんかそう、この、なんていうの、ちょっとくすんでるけど爽やかなブルー、水色がすごい可愛い、うん、ね、これもやっぱ後ろがね、そう、この色の銀河チェック似合わない女の子いないでしょ、うん、これは絶対可愛いんだよ、みんな可愛くない、はいはい、これおすすめなんですよ、丈もさちょうどいいんだよね、パンツ合わせれて、あの、もものこの辺り見えるのが嫌な方って結構いらっしゃると思うんですけど、見えないんですよ、この丈が素晴らしい。でちょっとお尻も隠れるようにここがしっかりしてるんで、気になるとこは隠せちゃいます。あ、それこれね、セットアップでワンピースみたいに着れるんですけど、あの、何がいいって、これぽっちゃりさんでもすごい綺麗に着こなせるマーメイドシルエットになってるんです。これマーメイドってここが太ももとかすごい気になったりしません？しますよね。これぽっちゃりさんが着ても嫌な響き方しないのに、裾がすごい優雅に広がるシルエットになってるんですよ。作った人が本当に天才これはあの、ぜひ試着して立体的な状態でぜひ見ていただきたいね、うん、めっちゃ持ってくるやん一着ずつかなと思ったよ、はい、なんかコメントとか質問とかあったら、あの、先にそちらを優先してあげる。いや、もうみんなね、可愛いって嬉しい、ありがとうございます。あと、またまたおすすめ持ってきちゃいました。このチュニックです。柄わかりますかね、これ、なんかね、これね、おしゃれな絵画みたいな柄なんです。いい女が着ていいやつ、そうそうそう、ええ女着るやつ、てかこれ着たらいい女になれるやつです。そう、これ、はい、丈がまたね、さっきよりちょっと長い、同じぐらいかな、うん、どうだろうね、さらっと着れる、パンツで合わせてもスパッツでもいいし、で、後ろ見せてあげて、これ、そう、これを見てほしかった、ブルン後ろ見えるかな、ここ表はストーンだったのに、ここにね、シュカ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 、もうちょっと女性シュカ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 ってなってます。切り返しがあるんですね、切り返しがあって広がりがあってすごい可愛い。春とかね、やっぱり風になびくデザインが私すごい好きなんですけど、これお気に入りです。そうですよね、なんか上半身隠したいとかしたら、これすごい素晴らしい、うん、上半身も下半身もすごいカバーしてくれるのも素敵だと思います。うん、細くなるところから足が見えるし、はい、ね、いいと思います。なんていう素敵なお洋服が盛りだくさんのこちらのね、はい、L キューブも出店している、LL サイズ婦人服フェスティバルLLL ってなんか、どうしても噛んじゃうんです、ごめんなさい、 LL サイズ婦人服フェスティバルが、ね、ここ、8階ですよ、8階ね、はい、8階、阪神梅田本店、祭事場、はい、合ってるすみません、祭事場読み方合ってます、大丈夫です、祭事場で2月の19日土曜日20時まで開催しております。なのでね、可愛い服はね、どんどんなくなっていっちゃうので、消えちゃうんで、ぜひ早めに、はい、明日にでもぜひゲットしていただきたいなと思います。何か質問などリクエストなどはなければ終わっちゃうよ。終わっちゃう。リクエストね、カーディガン、カーディガン、はい、なんか春っぽい、そうですね、その辺のカーディガン、これかな、あれ可愛いですね、
これとこれとこれも取って。そうだね。はい。カーディガンたち。カーディガンたち。これすっごい可愛いですよね。めっちゃ可愛い。私はね、この赤がすごい一押し。ここまで真っ赤なのってなかなかないよね。でも赤いけどなんか、なんだろう。いい赤だね。けばくない。そう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 。ちょうどいい赤です。これいいよね。若見えするもんね。そして定番的に私がよくあの着る色なんですけど、緑です、ね。これ間違いない色。間違いない色です。あのモデルのルビーさんもこれ着てらっしゃいましたね。なんかお写真であった。これですね。見えないかな。めっちゃ可愛い。この写真もめちゃくちゃ可愛い。女子力高めの。はい、あ、そしてこのスカートですね。あ、そうそうそうですね。はい。これをね着てますね。でこの緑が？そう、それこれがじゃじゃん。これは実はウェブ限定カラーになりますね。が、はい、ここだと手に入るってことですもんね。そうです。現物が見れちゃう。そうです。すごいですよね。本当だ。ウェブ限定でしか手に入らないものが阪神梅田本店では手に取って買うことができるので、これチャンスですね。なんかすごいいい色ですよね。あの私が大好きな緑ですね。なんかあのなんていうんでしょう。ビビットじゃなくてなんていうんでしょうね、この感じ。エメラルド寄りのなんだろう、深いなビリジアン、なんか分かんない、水なってる。青みのある、そう、ね、ちょっと高級感のある緑で、なんか緑のサーデナスとこのくらい、ね、これくらい差がある、うん、こっちはくすんでる感じで、うん、あ、もう誰が着ても可愛い。こっちもこっちはあのちょっと高級感もありますね。確かに落ち着いた感じでとても綺麗かなって、うん、こっちは若見え間違いなし、うん、かわいい、本当にかわいい。かわいいですね。カーディガンかわいいですねって、なんかね、全色欲しいっていう方も。絶対ゲットしてほしい。おすすめです、本当。で、これ、ウェブ限定って話もあったんですけど、ここはあの試着コーナーもちゃんとあるので、実際に着てみてお洋服選ぶことができますので、ぜひぜひこの期間中にね、19日の土曜日まで、あそこに書いてあるんです。19日土曜日までやってるので、ぜひぜひ。阪神梅田本店8階に遊びに来ていただければなと思います。20時までやってます。20時までやってます。確認しました。あ他見たいものとかないですか？大丈夫ですか？大丈夫ですかね。はい、はい、というわけで楽しい時間はあっという間ということでね、楽しかった、ね、いっぱい着替えたけど、ずっと喋ってもらってありがとう。皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか？でしょうか？ありがとうございます。、ね、長い時間、短い時間、なんつったらいいんでしょうね。あっという間の時間でしたけど、はい、本当ね、ご視聴だよね。ありがとうございました。というわけで阪神梅田本店からお届けしましたエールキューブ、ぜひ遊びに来てください。我々遊びに来てください。キューブガールズのさきとりょうがお届けしましたエールキューブ。